Halo semuanya, balik FWBZ Gaming. Jadi akan kita lanjutin lagi Naruto Ultimate Ninja Storm 3, yang dimana kita terakhirnya. Sekarang kita di part ini tujuannya untuk datangin Raikage untuk ngasih tahu tentang Sasuke. Ya sebenernya agak kaget sih kalau Sasuke tiba-tiba masuk Akatsuki, agak kagetin juga. Darui. Ah. Dete koi. そこにいるのは分かっている。こいつら、木の葉の。それにあの覆面、あいつ畑かかしっすよ、ボス。ふん、分かっとる。お前たち、これから五影階段があると知っての行動か？それを承知の上で、今日はお願いがあってきました。願いだと？気になん。サスケを。内川サスケを始末するのをやめてもらいてんだ。何よ、君は。むちゃくちゃ言ってんのは分かってる。でも俺はそう言うしかねえから。サスケは友達だ。友達が殺されるってのにじっとなんかしてらんねえよ。それにサスケが元で木の葉と雲が殺し合うのは嫌だから、そっちの仲間にも復讐はさせたくねえんだ。お願いだってばよ。もう復讐で殺し合うようなことはしたくねえんだ。何を願うかと思えば、なぜわしがサスケの始末をやめねばならん。奴はこの世界にとってゴミのようなものだぞ。いやだ、サンパ。奴の行いが雲隠れに混乱を与えた。それは今世界に飛び火しようとしている。サスケの存在は忍びという範疇から抜けた悪そのもの。悪をこの世にのさばらすわけにはいかん。わしたちは世界にとって不要なものを排除しようとしているだけだ。貴様に止める権利などない。サスケはゴミじゃねえ。ケブカナサンパナルト。不要なもんでもねえし、悪でもねえ。です。リブトカン。あいつは俺にとって大切な存在だ。あれを大切な存在だとは、お前も随分と愚かなやつだ。俺のことはどう言ってもいいけど、サスケの悪口は言うんじゃねえ。この世の断りを知らんガキが何を言っても無駄だ。この世にとって不要な存在であり、世をかき乱す悪、それがうちがサスケ。雷影様。手を出すな。あれごとき運動にもならん。ナルト、落ち着け。許さねえ。Marah banget lah Naruto. Naruto tuh pengen lebih apa sih, kayak lebih sayang temannya begitu pada diri dia sendiri. Sentou kaishi. Kamu yang bakal kesal ini.お前の力はそんなものか。生きてるぞ、エジは。甘い。Ini tak sengaja sih. Tiga. Sasuke ni wah, tiada dasar. Bisa kamu mengalahkan Naruto, ah? Tidak semudah itu Anda mengalahkan Naruto.俺式の力でわしに拳を向けたのか。やはり運動にもならん。さすがは雷影、完全に手を抜いてやれか。拳を振り回せば全てが思い通りになると思ったか。その行動こそただのアホそのもの。世の断りを知らぬただのガキの考えに過ぎん。今の己が何をすべきかもっと考えろ。バカのままやり通せるほど忍びの世界は甘くない。
そこまでだ。大影様、数々のご無礼申し訳ございません。これは上司である俺の責任、どのような処罰も受ける所存です。わし相手におじけづかなかった。その息の良さに免じて今回だけは目をつぶってやる。で、かなで、こわっ、こわんがっぴと、ライカゲ様の寛大な処置だ。甘んじて受けるがいい。お心遣い、感謝します。くっそー。どうした？いや、さっきのやつあれからどうすんのかと思ってな。だるい。今はこれからの会談について考える方が賢明だぞ。何かあっては問題なんだからな。ああ、そりゃ分かってっけどさ。先輩、これからどうします？そうだな、嘆願も通らずこれからのことも決まらないならば、俺の話でも聞いてみてはどうだ。てめえは暁、こうして会うのは初めてだったかな。その仮面は暁を操ってんの。面をした男だって四代目が教えてくれた。お前が暁を操る黒幕、あの内葉マダラだというのか。おお、そこまで知っているとは。これは少々驚いたぞ。いや、ガムタを引っ張ったやつにあった。一番悪いのはお前だってな。四代目、波風湊か。マダラ、あなたは遥か昔、初代火影によって倒されたはず。それはお前たちの勝手な思い込みだ。現に俺は生き延び、今ここにいる。そんな。そのマダラがナルトに一体何の用だ。お前一人でキュービを取れるとでも思っているのか。今俺にその気はないよ。ただ渦巻きナルトと話をしに来ただけだ。話だと。ペイン長門を裏切らせたものは何なのか。ナルト、お前に興味ができた。そんなことはどうだっていい。それよりもサスケのことを教えろ。あいつは今暁にいるんだろ。サスケね、確かにあいつは今暁が預かり、そして思うがまま動いてもらっている。お前がサスケを騙しやがったのか。さてな、本気来るか。ちょうどいい、ペインを倒した力を確認するいい機会だ。さあ、俺に示せ、木の葉の英雄の実力を。大丈夫だ。戦闘開始。てめえは俺の必殺。ワンクス。油断は禁物だぞ。バーン。思った以上の実力を持っているように。いざ。手加減してるわ。攻めてるの。ナルト、今は集中するんだ。あーだ。終わりやばい。やばい。あとかいぞ。できて光栄だ。それじゃ、終わり。いつでも行けるよ。終わり。お使いもいるようだ。了解です。勝負あり。こんなに聡明心ばっかり。まるで本気を出しちゃいねえ。本気を出たって言って。
May 4 bonus, guys. Nakapal. That bonus. Toby. Top Toby, yan yung boot niya eh. なるほど。お前の力、確かに侮れんな。お前がいくらサスケのことを吠えたとしても、奴はもうコノハに戻ることはない。サスケは真実を知った。真実を知った今、奴は光に目を向けはしない。こいつ、何を？そうだな。サスケのことを語るには、まずお前たちにイタチの真実を教えねばならない。イタチの真実だと聞くがいい。木の葉にとって憎悪の対象でありながら、誰よりも木の葉を、そして弟を愛した男、ウチハイタチの真実を。Makage. Pagtamuan ni Makage. Raikage dono no yobikake niyori, ima koko ni gokage ga tsudotta. Shinade ga mane. Kono ba o wazukaru Mifune to mousu. Kore yori gokage kaidan o hajimeru. Jikan ga oshii. Mazu wa washi ga omaera o shoushu shita ryuu o hanasu.うん、わしがお前らを招集した理由、それはいい加減お前らの真偽を問うためだ。またいきなりじゃぜ、雷影。真偽とは大げさなもの言いじゃな。しらじらしいこと言うな、土影。お前が一番怪しいんだぞ。なんじゃと？木の葉、岩、砂、霧、お前らの里の抜け人で構成されとるのが暁だ。しかもお前らの中には暁を利用してきた者がおることも調べがついておる。ふん。利用？利用とはどういうことだ？風影のくせに何も知らされてないのか。お前らはかつて暁を利用してきたのだぞ。今や大国は一様に安定してきた。軍拡から軍縮へと移行しとる。じゃがそれには当然リスクがつきまとう。突然戦争になったら誰が戦う？そのリスクを回避する一つの方法が戦闘傭兵集団暁だったということか。奴らは安い金で戦争を請け負い、その上最高の結果をもたらしてくれたもんじゃぜ。開き直るな、土影。どうなされた、水影殿。ここまで来たので正直に言います。実は先代の四代目水影は何者かに操られていたのではないかという疑いがありました。それが暁の可能性もあった。だから霧隠れとしてはそれを公にするわけにはいかず。やはりお前のところもか。全くどいつもこいつも立場のことで言い争う前に一つ、この場にいる皆に伝えたいことがある。なんだ。暁のリーダーはおそらくウチハ・マダラだ。何？わしにもまだよくわからんが、確かな情報だ。奴は死んだとばかり思っておったが、まさか本物の化け物だったとはの。中立国の立場から言わせていただこう。こうして五影が全員揃うこともめったにあることではない。どうであろう、暁を処理するまでの間、世界初の五大隠れ里忍び連合軍を作ってみては。連合軍だと？良い案だ。今は非常事態に等しい。協力こそが必要だ。わしも別に構わんぜ。だが問題は連合軍の権限を誰に託すかじゃが。あなた方だけでは揉め事になる。それゆえ拙者から提案させていただこう。人中力が木の葉の九尾だけとなった今、それをどう導くかが鍵となる。
そして、それぞれの性格、年齢、諸国への顔の聞き方を含めて判断した結果、拙者としては、火影に忍び連合軍の体験を任せてはいかがかと思う。なんだと？当たり前が教えられた。嘘だ！そんなのデタラメだ！そんな、まさか。嘘ではない。これこそ内杯たちの真実。奴はサスケのため、木の葉のために死んだ。どういうことだ？それがもし真実だとして、それを知ったサスケはなぜ木の葉に戻ってこない？サスケの死としてサスケの本心を分かっているつもりだろうが、とんだお門違いだ。本物だ。本物の復讐者だよ。はい、ファンジャー。なんでだってばよ。なんであいつが。どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られた内葉の憎しみの運命。はるか昔、忍びの祖、陸道仙人の時代から続く憎しみの呪いなのだからな。憎しみ、呪いだと。かつて陸道仙人には二人の子供がいた。共に修行し、共に成長した二人だった。彼らの平和に対する思想は二つに分かれた。兄は平和には力が必要だと悟り、弟は平和には愛が必要だと悟った。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は愛を求めた弟を指名したんだ。この決定に怒った兄は弟を憎み、争いを仕掛けた。時が経ち、血が薄れても二人の子孫は争い続けた。兄の子孫は後に内派と呼ばれる。弟の子孫は後に千住と呼ばれるようになる。さてや、内派さてや千住。千住。つまりは初代火影の一族か。そうだ。俺は初代火影である千住柱間と、幾度も幾度も拳を合わせた。渦巻きなると、お前の中にはあの千住の火の意志が宿っているのがわかる。千住と内葉、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ、お前たち二人は運命に選ばれた次の二人になるだろう。サスケは内派の憎しみを全て背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだ。最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ、それがサスケの人道なんだ。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、内派の存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんな。くだらないその証明が目的なら、なぜ美獣を集める。お前の目的は一体何だ。何が望みなんだ。そうだな、強いて言うなら完全体になることか。どういうことだ。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。じゃあな。じゃあな。先輩。あばかがし。なぜだ。ナパ。なぜこいつに忍び連合の体験を任す。
こいつは忍びの闇の代名詞がつく男だぞ。これは中立の立場から冷静な判断で提案しているだけでござる。私でよければその任を受け負うつもりだ。ふざけるな。そのようなこと誰が。ちょっと待っていただきたい。青おかげ殿、その包帯の下の右目を見せていただけませんか。青、ほかげ様の包帯の下とはどういうことなのです。どうにもこれまでの流れが釈然とせず、勝手ながらほかげ殿に対し私の白眼を使わせてもらいました。するとそこに見えたのは、遥か昔戦ったことのある内派止水のシャリンガン。止水の当日はあたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だった。おかげ、お前まさか御船を術にかけことが有利に運ぶよう仕向けたのか。他の方々を騙すことはできても私の白眼はごまかせませんよ、おかげ殿。貴様え？おたたわでジェツー。次から次へと。なんだ、うちはサスケが侵入してるよ。さてどこに隠れているんでしょうか。みんなでサスケを探してみよう。おう、なんだと。サスケ、なぜあいつが。それじゃゲーム開始。Ya kan, pertarungan dimulai. Biarkan permainan dimulai. Dare ga ichiban saisho ni aeru kana? Tonde hi ni iru natsu no mushi to wa masani kono koto. Garui, C. 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 B no kataki wo toru. Ike zo. Kono kaidan mo omoshiroku nari sou ja ze.青殿、火影の同日がまだ継続中か確認していただきたい。いや、今は経絡系のチャクラの流れも穏やかだ。術は解けている。火影殿、信用を欠いてしまったな。こんな手を使わずともあなたに決めたやもしれぬのに。やもしれぬでは困るのだ。わしは忍びの世界を守るためにどんな手でも使うつもりだ。話し合いでこの世界が一つになることはない。時間をかけて道徳的にやっていては何も変わらん。Will affect not just effectnya tuh nggak bakal mempengaruhi semuanya. 理想を実現するには時間がかかるもんじゃぜ。よかれと思っても結果不信を生み、わだかまりを生み、憎しみを生む。団蔵、今はお前の言っていることすら信用できん。信用があろうとなかろうと結果は必要だ。それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。分かち合うこと、信じること、それをやめたら世界に残るのは恐怖だけだ。Ya benar sih. Kalau kita berhenti untuk mencoba memahami dan percaya satu sama lain, all that will remain itu bakal memasukkan ketakutan dan juga teror. 道徳を考慮しないやり方や諦めは今の俺にとって受け入れがたいものになった。難しいことを簡単に言うな。里を治めることをまだ何も知らぬガキが。今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろ。先輩として何でも答えよう。なあ、団蔵。だと。なら、一つだけと。あっぱおたにガガバイ。ああ、何でも答えてやるぞ、若造。あんたたちはいつ己を捨てた。ん？おお。さてガラ、俺たちはどうする。
前の奪回任務ではコノハに協力したが、今は暁に成り下がった輩だぞ。珍しい。うちや、サスケか。階段上に侵入したはいいが、あいつまた様子を見てくるって出てったきり戻ってこねえぞ。今度こそ僕ら置いて帰っちゃったんじゃない？やっぱね、ケツ。こちらにはいないぞ。奥を探せ。うちはサスケを絶対に逃がすな。おいや。あれ、なんかバレちゃってるみたいだね。今度も外れだな、水月。あいつはただ置いて帰ったわけじゃないようだ。こっちの方が立ち悪いけどね。あの野郎、うちらを裏切りやがったな。もう一回聞いてんのに分かった。行くぞ。おい、サスケ。目標はあくまで断層。その邪魔をするなら切り伏せるだけだ。どうした、カリン。なんだ今の感覚。体の底から震える。でパーセンやん。サスケ、お前。でパーセンやん、あんねが。Okay guys, kayaknya untuk part kali ini kita cukup sampai sini aja dulu. Intinya sekarang kita jadi Sasuke dan sekarang kita udah ada di apa? Di tempat pertemuannya 5 Kage lah intinya. Dan disini kan tujuannya Sasuke cuma satu, cuma pengen ngebunuh Danzo doang sebenarnya di sini. Ya kita lihat tempat selanjutnya apakah dia berhasil ketemu sama Danzo apa Danzo berhasil kabur. Jadi so thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment dan juga share. Bye bye.